ライノタイプは昼食機の一種である。ライノタイプのキーボード部分ライノタイプはキーボードを打鍵することによって活字棒を並べてそれを異型としそれに溶けた鉛を流し込んで新聞などの印刷版型を作成する装置である。単語や空白からなる横一行を丸ごと活字にすることができる。かつては印刷者などにあった。ライノタイプという名称は ラインオブタイプを省略したものである。機能として類似しているものに、行単位ではなく、文字単位で活字を並べて鋳蔵していくものタイプがあるが、内部の機構としてはかなり異なる。一字だけの訂正がしやすいものタイプが重宝がられることも多かったが、組半速度が要求されるような現場では、ラインのタイプの出番であった。これは、 活版印刷の複数の工程を一人の職人の手元に集結させてしまう革命的なもので、活字の母系は側面にそれぞれ文字ごとに異なる刻み目を持つ独特の形状をしており、打鍵操作をするとストックから缶飲量の自動販売機のように垂直の筒の中を落ちてきて一定の位置に順次置かれていく。一行分の組版が終わると中造部に移動し、 活字合金が流し込まれて版ができる。使用済みの母系は開発されて、各文字のストックに自動的に戻される。この時母系の側面に刻まれた形状によって機械は自動的に文字を判別するようになっている。この装置のアイデアは1800年代中頃からあった。1886年にオットマルマーゲンターラーが初めて発表した。それは非常に大型で、 高さは2.1メートルもあり、また複雑であったが、1900年代には、地方新聞社などにもあったようである。しかし第2番そのものを鋳造できる装置に置き換えられ、現在では、写真食事機、DTP の流星の彼方に消え去っている。この装置に関しては、作家のフレドリック・ブラウンがしばしば、短編中に登場させている。例えば、エタオイン・シュドルーが挙げられる。 東京の印刷博物館に実物と模型、説明ビデオが展示されている。5色が発見された場合、モノタイプならばピンセットなどを用いて一文字単位で訂正ができるが、LINE のタイプでは一行丸ごと打ち直す必要があった。ミスタイプの際に一行の残りを埋めるのに打鍵したのが、エタオインシュドルーという無意味な文字列である。ありがとうございます。